はい、本日はですね、僕の洋服の買い方をご紹介していきたいなというふうに思います。タイトルとかサムネの方ではね、年間39万円お得になりますという話はしてるんですけども、これマジでね、僕の場合はほんまにお得になるんですよ。でよくね、僕って買い物動画とか上げてるじゃないですか。嫁と一緒に買い物行きましたよって、店員さんとそこでペチャペチャ喋ってね、あーでもないこうでもないいう話してるんですけども、よく視聴者さんの方からなんかどこの店舗で買ってあるんですかってよく聞かれるんやけども、買い物動画以外では基本オンラインでしか買わないんですよ。だからもう店舗行って買うことってまあほぼほぼなくて、でまあ今回ね、それこそまあコロナとかいろいろあったりするじゃないですか。でそれ以降ね、オンラインで買った方がお得やったんですよ。だからね、今日はね、僕のそういう買い物の仕方、よく服とか買ってるんですけど、その服をねどういう風に買っていってるのかっていうところをねお話していこうと思いますので、本日の流れとしては、じゃあまずどうしてるのか、実際どうやってるのかっていうのをね、ここにキャプチャーで画像をお見せしながらお話ししていきますので、まあそれを見ていただいて、でそれ以外にやったらね、次店舗と、オンラインで買った場合どれぐらいの差が出てくるのかっていう、まあ比較であったりとか、あとそれ以外にもね、直営店のオンラインストアとかもあったりするんで、まあそんなんとかもね、こう比べながら、まあどこが一番結局買うものって一緒じゃないですか。ダウンジャケットとダウンジャケット、これも決まってるわけやけど、じゃあ A 社で買うか B 社で買うか C 社で買うか、どこが一番いいのかっていうのをね、まあどうせ買うんやったらね、特にこの僕のチャンネル見てくれてさってる方って、結構一つの単価が高いんですよ。だからダウンジャケットとかもね、5万とか6万7万とかしてくるから、その 1% 2% 違うだけでえらい変わってくるんですね。ポイントとかついたりとかしたりせんかったらだいぶ変わってくるんで、まあそんなお話をして、でその次にはですね、それはそのポイントをどう使うのが一番有効的なのかっていうのをね、まあ、僕なりの考えがありますので、そちらのお話をしておしまいという順番でいきたいなと思います。ではまずはですね、こちらキャプチャーの方をね見ていきたいなというふうに思います。はい、ではですね、まあ、答えとしてはこちら見ていただいたら分かるかなと思うんですけども、最もお買い得な買い方というのがこちらの楽天やったんですよ。で別にこれは楽天の案件でも何でもございません。僕はほんまにマジでいっぱい買ってるから、年間ほんまにね、数百万をねこれ楽天で買ってるんですけど、まあ、そんな僕やから言えるねところをね、いろいろお話ししていきたいなと思いますが、まずねこれちらっと真ん中の方見ていただければね、 7.5 ポイントって入ってるでしょ。え、 7.5 ポイント何ですかっていう話してたらね、例えば1万円の買い物したら750円返ってくるんですよ。でそれはポイントとして返ってきて、またそれを使ってなんか買い物とかもできるってことで、 7.5 倍って結構でかくないですか。でまあ僕はね、どういう風にして 7.5 倍を組んでるかというと、まずはこの楽天の会員になること、これはメールアドレスあったら誰でもなれるんで、まずこれはなりましょうと。で多分これ見ていただいてる方も多くはね、楽天の会員になってはると思うんですけど、それとで次はまあ一応クレジットカードをね、僕は無理くりプレミアカードに上げてます。それをすることで4倍で、確か年間50万円以上買う方はもう絶対これに上げた方が年会費1万円払ってもお得なんですよ。10万円とかな、ちょっと忘れましたけど、まあ何しか年間10万か50万か忘れたけども、もう絶対そこは僕使うんで、このカードにアップグレードしますと。で楽天銀行もね、それ用に作ったりして、で楽天証券も作ってます。まあこれちょっとややこしい話だから、ちょっと一旦置いといて、まあ、積立 NISA とかね僕してるんですけど、それとでそれ以外にやったら、こう楽天のアプリをね使うだけで勝手に 0.5 ポイント入ってくるっていう、まあ込み込みでね、僕は 7.5 なんですけど、基本 7.5 では買いません。そんなもんではわし買わんよと、もっとポイントは重ねるよと。でそれがね、どんな日というと、この上にね、注目ポイントイベントって書いてるでしょ。でこれ半額とかいろいろ書いてあるんだけども、なんかソフトバンクとか、あと神戸、ヴィッセル神戸、サッカーのね J1 の神戸とかが勝った次の日はポイント2倍とかになったりするんですよ。でそれ以外にもね、大体月頭、月の頭と月の後半でなんかポイントアップデーみたいなのがあってね、そこで買うと、まあ、大体10倍はいきますわ。だからね、ほんまにバルトロやったら6万円でしょ。で6万円のバルトロ買って10倍もついてくれたら6000円返ってくるんですよ。6000円返ってきたら何買いますのということになってくるじゃないですか。でそれこそ普通に店舗行ってたらね、クレジットカード分はついてくるけど、現金で払ったりしたら全く1ポイントも入ってこないんですよ。6万円出したっきりやけど、この僕のやり方で買うと6000円ぐらいね返ってくるということで、まあ僕はこれを見つけたというか、まあこれ誰でも見つけてるんやけども、まあこれを知ってからもずっとこの買い方で、まあ特にね、さっきのちょっと画面に戻ってもらいたいなと思うんですけども、僕の購入履歴見てもらいたいなと思うんですが、まあこれキャリーケースはね、今度北海道行くからその時用に買ったんですけど、まあこんなんがあったりとか、まあカニもね、ふるさと納税しとかなあかんからカニ買っとうぜ言うてカニ買ったりしてるんですけど、例えばこれね、77,470円ってこれ、オグリパーガなんですよ。オグリシュンさんが着てたダウンジャケットを買ったんですけど、これも同様に10倍ぐらいのポイントで買ってるんで、7000円ぐらい返ってきてるんですよね。やけどこんなもん店舗で買ってたら77,470円そのまんまもうなくなってるんですよ。まあなくなってるというか、まあ物は買ってるからいいねんけども、まあよりお得にって考えると、まあこうなってくるじゃないですか。で、それ以外にやったらね、まあいろいろそのインク買ったりとかしますよ。あとバイク用品買ったりもね、してるんですけど、まあこんなプライベートのとこいっぱい見してんかわからんけども、これサーミパーカーもそうですね。アークテリクのサーミパーカーなんか91,300円めちゃくちゃ高いやんけって言って、これ 10% 返ってきてみてください。めちゃくちゃでかいんですよ。9000円も返ってくるんやったら、ちょっと焼肉行こうぜとかね、ちょっと寿司でも行こうぜってなるじゃないですか。ほんでね、後々まあまた伝えてはいくんですけども、この下にあるね、靴下とかはね、僕そういうのポイントで全部買うんですよ。だから
バルトロ買ったら6000ポイント返ってくるですか。6000ポイント返ってきた、やった、じゃあ1100ポイントの靴下、僕用と嫁用ね、上が僕用のやつで下が嫁用のねちっちゃいやつなんですけど、じゃあ2200円分、まあもうポイントで払っちゃえってポーンってねタダで買ったりするんですけど、めちゃくちゃ良くないですか。だからね、極力僕は、まあ、仲いい子とかね、あの知り合いの人にはね、あんま店舗を、まあもちろん店舗もいいと思うねんけども、やっぱりほんまにマジで特に買いたいとか、やっぱ単価の高いもん買っていくんやったら、こういうのね使ったらね、まあ、安いもんはそんな変わりませんよ。安いもんはまあ言うたって知れてんだけども、まあほんまに5万とか6万とか、ね、してきたりするとね、ほんまに還元率がえげつないぐらい変わってくるんですよ。でそれこそ僕はね、まあまあこれもまた後で言うんやけども、水道代とガス代かがこれ楽天でやったりしてるんですけど、ほぼタダですわ。もうこのままポイント全部支払ってるって感じなんで、これはねぜひぜひ抑えた方がねいいんじゃないかなと思ったりはします。とは言いながらもね、いやそんな高い買い物って毎回毎回せえへんねんという人もね全然いてると思うんですけども、それは1ヶ月単位で見たらねそんなせえへんかもしれんけど、年間で見たら結構買うじゃないですか。ってなった時にはもうそれやったらもうポイント使っといた方が良くないですかと、ポイントを貯めようと思ってくてもね勝手に貯まっていくからね、まあ、これはちょっといいんちゃうかなと思って、まあ僕としてはこうやってます。でじゃあ比較していこうということで、じゃあ楽天の方で言ったら最大で多分 20% ぐらいポイントが貯まってくるんですよ。だから僕はそんな掛け合わせてない、楽天モバイルとかも使っていくとどんどんポイントが加算されていくんやけども、まあ、そこまでせんでいいかなと思って僕は違うのを使ってるんですけど、まあ、大体10倍から15倍で買ってるじゃないですか。ほんなまあ1万円のもん買ったりしたら1000円から1500円ぐらい返ってくるし、なんか10万円のもんも僕たまに買ったりするから、10万のもの買ったりしたら1万円から1万5000円ぐらい返ってくるんですよね。ってなったらですよ、例えばまあ直営店の店舗で現金で買っちゃったら何にもならへんし、で直営店のオンラインストアとかで買ってもそこでしか使えないポイントなんですよね。例えば工日三層とかもあったりするし、スポーツデビオとかもあったりするんだけども、そこでしか使われへんポイントをいただいてもちょっと無じゃないですか。やっぱりそれやったらいろいろ日用品にも使えてね、あ俺ちょっと今度ダウンジャケット買うんやけど、嫁さんのねお前のやつの今度化粧水も一緒に買っといたるわと、実はそれこっそりポイントなんですよと。でもこれはもちろん C ですよ、奥さんには言わへん、あの堂々と俺が払ったってんでっていう顔は見せるけども、これ店舗で言ったら奥さんの化粧水に買われへんねんけども、楽天でこれ買っといたらお子さんの分とかね、あの奥さんの分とかに回せるじゃないですか。やからね、まあまあいいっていうのもそうやし、それ以外にやったら、いや分かりましたと、楽天以外にもあるじゃないですか。そうですよね、 Amazon があったりとかは、ヤフーショッピングかなとかあったりするってことはもちろん僕も分かってます。でそこも抑えた上で楽天と言ってます。でほんまにここまで言ってるから、楽天マジであの案件でいただいてもいいかなと思いますし、もしかしたらね、あの僕の視聴者さん結構あの優秀な方多いんでね、楽天で働いてるよっていう方もいらっしゃると思いますので、その際はね上司の方に言っていただいて、あの拓蔵がねものすごい楽天に貢献しましたと、で拓蔵のね、クレジットカードの年会費をタダにしてもいいんじゃないかなっていう交渉をねまたしていただければなと思うんですけども、他のそのサイトもあるのはもちろん分かってる。やけど僕はね逆に買うだけじゃなくてね出品もしてるんですよ。だから出品もねしたことあるから分かるのが、 Amazon ってねめちゃくちゃ誰でも簡単に出品できるんですよ。ほんまに個人のどこの汚いおっさんかどこの綺麗な姉ちゃんか分からなくても、とにかく誰でも出せるんやけども、まあ Yahoo ショッピングもちょっと似てるとこあるかもしれないですよね。そんなに出すハードルが高くないんですよ。まあ言うたら結構誰でもあの一般的にも出せるってことで、特に Amazon なんかほんま個人で出してる人多いじゃないですか。家電製品こう背取りでね上司とかで買ってきて、でセール品をねバーっといっぱい買ってきて Amazon で定価で売るみたいなことしてはる人結構多いので、まあ、個人でもやってはるんやけども、楽天はねめっちゃ厳しいんですよ。出品までの段階がめちゃくちゃ厳しくて、いろんな審査があるんですよね。だからまあ結構偽物が少ないのも楽天やったりするんですよ。だから僕の視聴者さんの中ではね、 Amazon でね偽物捕まされたっていう人も中にはいてたりとか、 Yahoo ショッピングで、ね、偽物捕まされたっていう人はいてるんですけども、あんまり楽天でね偽物捕まされたっていう話あんまりお聞きしたことないんで、まあ、そういう意味でね、あの偽物防止にもなるから、まあ、僕は楽天が一番いいんちゃうかなと思って、まあ勝手にねそう思ってはいてるんですけども、その辺が比較ということになってました。でね、じゃあどうそれをどうやって使っていこうかと、どういうふうに使うのが一番いいのというと、僕もいろいろポイントを使ってきましたよ。どこが一番お得なんかなと思ってね、いろいろ使っていったんですけど、僕の場合ね年間400万円ぐらい使ってるってことで、普通に考えれば 1% しかポイント使えへんかったら4万円なんですよ。4万円分年間で貯まるってことなんですけど、僕は楽天でほぼ買い物してるんで、400万円の10% とか 15% 返ってくるんで、40万とかともすれば60万ぐらいポイントで返ってくるんですよね。じゃあそれはどないすんのと言われたら、さっきもちらっと言ったんですけど、まず一つ目が公共料金に使うんですね。でそれが水道代とか、あとガス代とかにね掘り込んどいたら、もう勝手にポイントで引かれていくと。でこれはまあ正しい使い方ですよね。絶対にかかる必需品やから、もうそれともポイントで払っちゃえということになってます。でそれ以外にやったらね、まあ、買い物もいいんですけども、やっぱり楽天マガジン、これ何がいいかって言ってね、僕雑誌めっちゃ読んでるんですけど、その雑誌を、ね
ね、やっぱりこうやって情報収集しやな感じじゃないですか。新作あれ出たでとかこれ出たでって言われたら、視聴者さんから言われてもそうやねんけども、僕自身もねこうやって見とかなあかんから、雑誌をねブワーっと見るのって大変やねんけども、楽天マガジンはもうスマホとかタブレットで全部見れるんですよ。で見放題やから過去も遡れるし、もちろん今月の新作も全部見れるんで、それが380円なんですよ。ってことは月1ヶ月380円のポイントなんかも楽勝でたまるじゃないですか。それ全部ポイントで流すんですね。だからもうほぼ無料で読み放題状態といいますか、まあ、勝手にね更新もされてるし、勝手にポイントで払ってるという状態なんで1円も使ってないということなんですけども、まあ、その使い方も賢いかなと思います。まあ雑誌読まへんねんっていう方もね、まあ、ファッションは読まへんけども、例えばバイクももちろんあったりするし、女性雑誌もあるし、もちろんパチンコもあったりするし、ありとあらゆる雑誌が楽天マガジンそこにあるんですよ。400種類ぐらいあるんかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、まあとにかくめちゃくちゃあるんですよね。で僕はもうファッションしか見ないんで、ファッションしか知らないんですけども、もちろん登山とか、あと時計とかね、ガジェットとか、ね、旅行とかも とにかくありとあらゆるのがあるから、もうそこに380円突っ込んどいてね、ポイントでそれで支払うっていうのもね一つのいい手かなとは思います。でも、まあ、その次に何がいいかって言われたら、まあ、買い物ですよね。やっぱちょっとしたもん、さっき僕の靴下とかそうなんですけど、そういうのをね、まあ、ポイント払いパンってしといたって、まああんなんで消耗品じゃないですか。どうしても靴下ってね、もうどん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 履いてたらもう薄になってくるし破れてくるから、まあああいう消耗品をね、まあ、ポイントで払うっていうのもいいやろうし、あと水とかね、あとティッシュとかね、そんなんを消耗品で払うという、ポイントで払うっていうのもいいんやけど、もうワンランク上の人はどうしてるかっていうと、普通にティッシュとかってもともと例えば200円とかってあるじゃないですか、5個入り200円とかあるじゃないですか。じゃなくてそんなんは買わんとね、ふるさと納税でねティッシュ5個入りの何千円3000円とかのやつ買うんですよ。ほなふるさと納税にしてさらにまた税金も引かれるという、もう超スーパーポイント稼ぎヒューマンがいてるんですよ。でそういう人はほんまにもうだいぶいろいろやってるんやけども、まあそこまでやったことないんですよね。いきなりふるさと納税までやれっていうのはちょっとハードル高いんかなと思うんで、まあ、まずはポイントでね支払っていくと。でふるさと納税もねポイントで支払っちゃえば税金も安なるし、物ももらえるしっていう、一石何鳥もらえんのみたいな感じになるんでね、まあ、そういう買い方がね僕個人的にはいいかなと思って、もうずっとここ2年ぐらいやってます。なのでね、僕がやったことないとかっていう話じゃなくて、僕が全部これやってるやり方をねお伝えしてますんで、特にそうですね、ノースフェイスとかアークテリックス系は全部あるんですよ、楽天の中にね。でパタゴニアがねほぼないんで、パタゴニアに関してはちょっと楽天で買わん方がいいと思います。もちろん出してはるお店もあるんやけども、僕ちょっとあんま信用してないので、ね、パタゴニアはちょっとまあ微妙かなと思うんで、基本的には僕オンラインのその直営店のパタゴニアが公式が運営してるサイトでしか僕はもう買わないんですけども、まあ、ノースフェイス、アークテリクスとか、あとそれ以外にあったらテバとか夏場あるじゃないですか、ウーホスとか、もうその辺ありとあらゆるものが楽天にあるから、もうとにかく楽天で買う、そして楽天のカードを持っとくってやっとけば、湯水のごとくねポイントが流れてきてね、その量を湯水のごとくね流していくんですよ、いろんなものに。それがね一番有効的な使い方かなと思いますし、なんか僕の視聴者さんやっぱ30代40代の方が多いんで、そういうね実用的なね、まあ、使い方っていうのもねいいんかなと思って今回ご紹介させていただきました。はい、ということでね、まあ、基本的には僕はもう動画で外で買い物行く以外はオンラインやと思ってください。もうほぼほぼというか 99% オンラインで、残りの 1% がまあ外で買い物ロケしてる時に買うっていう感じなんで、なんかまあね店員さんとのね、こういう会話が楽しいという人はね、もちろん店舗に行くっていうのもありやなと思いますし、まあ、僕はねなかなかこう動画を作るのがメインなんで、その店員さんと会話してる間にね動画作れないんで、まあ、極力効率的に考えてオンラインで買って届きはレビューして、その間にまた届いてみたいな感じでね、まあ、やってるんで、まあ、YouTuber あるあるかもしれないんですけども、まあ、少しでもね、お買い得に買われるってこともねいいんかなと思って今回お話をさせていただきました。はい、ということで本日はですね、年間39万円お得に買い物をする方法をお話ししてみたいという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。